どうもエビリッドのチャーです。今日の動画なんですけども、こちらね、新型の iMac に付属しているタッチ ID 付きのマジックキーボードのお話になります。こちらね、今現在新型の iMac の付属品でございまして、単品発売はされておりません。まあでもね、僕の友人がですね、新型の iMac を購入しまして、まあね、結局これを買ったものの使わないということでね、使っていいよっていうことだったので、まあ今日ありがたくね、これを、ね、実機でレビューしていこうかなというふうに思います。まあ僕自身がね、 M1 チップの MacBook Air を使っていますので、まあ、こちらのタッチ ID が正常に M1 チップの MacBook Air で動くのかっていう検証と、あとまあデザインとか細かいディテールとか打鍵感についてもね、お話ししていこうかなというふうに思います。まあ、iMac 関連の動画はね、たくさんあるんですけども、このマジックキーボードにね、フォーカスした動画はまだあんまりないような印象だったので、まあ、ぜひね、参考にしてみてください。ということで早速本編の方に移っていきましょう。はい、ということで早速ね、デザインとディテールの方から見ていこうかなというふうに思います。こちらがね、新型のマジックキーボードになります。まあ、こんな感じでね、基本的にはまあキー配列とかね、ちょっとこの辺が違ったりするんですけども、あとはね、ほとんど前作と変わってないような感じで、まあ、特徴的なのがですね、この角が落ちたようなこの丸っこいデザインですよね。まあ、僕はねこれ結構好きなんですけども、なんかツイッターとかね、いろんな反応を見ているとこの辺ちょっと好き嫌い分かれるようなイメージがあります。ただ僕の感覚としては、このね、角が落ちたことによってで、ちょっと今風のデザインというか、まあ、ちょっとね、2021年っぽいデザインになってるなというふうに思います。で、この打ち心地とかについてなんですけども、この打鍵感と打鍵音については、まあ、基本的にはそんなにね、変わってないような印象ですね。まあ、打鍵感についてはやっぱりね、前作と同様ちょっとこのパチパチ感が強くて、まあ、ちょっとねこれ故障しやすいイメージもあるのでね、その辺ちょっと気になるところでありますが、まあ、大体ね前作使ってた方は問題なく使えるかなというふうに思います。特にね、個人的にはね、そんなに打鍵感がすごく変わったかって言われたらそうではないと思っておりますし、まあね、相変わらずちょっとパチパチ感ありますし、本当にめちゃくちゃいい打鍵感とは言えないですが、まあ、そうだな、こちら MacBook Air のマジックキーボードと比べますと、マジックキーボードは MacBook Air の方が僕は好きですね。ただこれ多分ね、まあ、素材感とかの問題なんだと思います。例えばこれは、もうすぐね、この下薄型でダイレクトにね、下にこう振動が伝わるので、ちょっとこう、固めな印象があるんですけども、まあね、こっちは本体の下にいろいろこう機材が詰まっておりますので、比較的柔らかい印象なんだろうなとは思いますが、まあでも圧倒的にね、この同じマジックキーボードでも、ノートパソコンね、マジックキーボードの方が、かなり打鍵感はいいんじゃないかな。これはね、結構皆さんの意見一致すると思います。僕はね、この打鍵感好みあると思いますが、こっちよりは、MacBook の方が打鍵感いい感じはします。まあ、かといってね、悪くないですし、まあ、普通にね、マジックキーボードなので普通です。普通にマジックキーボードです。はい、ということでね、この MacBook Air におけるこのタッチ ID の気になる挙動なんですけども、まずね、これスリープ状態で今 Bluetooth 接続をしております。この状態で、ね、ちょっとタッチ ID ボタンを押してみようかなというふうに思います。いきます。はい、こんな感じでタッチ ID でスリープの解除とロックの解除までできてしまいます。これ結構便利なんですよね。ただね、皆さん今ご覧になってくださったと思いますが、ちょっとね、 iPhone ほどの速さとはいかないんですよ。ちょっとね、なんかラグがあるんですよね。もう一回ね、ちょっとスリープしてみますか。もう一回スリープしていきます。はい、あ、今早かったな、今早かったな。ちょっと不安定なのかな、今のはちょっと早かったんですけど、もう一回ね、行ってみます。はい、3回目いきます。せーの、はい、ちょっとまあ若干時間遅れるかなっていう感じなんですよね。だからその iPhone みたいにすっちゃいけないので、まあ、パスワード打つよりはギリギリ早いかなぐらいですね。まあ、この辺はね、アップデートとかでもうちょっと最適化されていくのかなというふうに思ったりもしますが、どうなんでしょうね。完全にすごい高速とは言えない状況かなというふうに思っています。はい、続いて気になるクラムシェルモードでの動作になりますが、こんな感じでちょっと反射がすごくてですね、ちょっと手持ちの iPhone にちょっと切り替えさせていただいたんですけども、まあちょっとこのディスプレイね、本当にすごいオンボロなんですよ。本当にもう何十年、10年ぐらい前のディスプレイなので、ちょっとね、挙動が変なんですけども、ちょっとそこは気にしないで見ていただいて、実際ねもうちょっと早く動けますんで、ちょっとそこだけね注意していただきたいんですけども、それ今からねちょっとこれタッチ ID やっていきます。これで MacBook Air を閉じて HDMI からこのねディスプレイにつないでるっていう形なんですけども、これでね、これ押したらどういう挙動をするのか、いきます。3、2、1。はい、
はい、まあ、こんな感じでね、一応あのロックは解除されますし、ちゃんとロックは解除されるんですけども、これはあの僕のこのディスプレイが悪いです。すいません、ちょっと遅かったですよね今。これはねちょっと僕のディスプレイが悪いので、ちょっとね参考にはならないかなっていうふうに思うんですけども、ちゃんとクラムシェルモードで蓋を閉じた状態で、タッチ ID 起動します。ちゃんとねこれをプッて押すことによって、ちゃんとねロックが解除されます。やっぱりねこれ皆さんがお使いのディスプレイのねちょっと個体差にもよると思いますので、一概にはねあの速度の方は言えないんですけども、僕のねこの10年ぐらい前のかなり遅い、Windows PC をあのモニターとして使っている、これに対してはかなりね遅いですね。まあでもね、何度もお話しさせていただきたいんですけども、これはね決して僕のモニターが遅いのであって、ちょっとね例えばいきますよ、こんな感じで、タッチ ID を起動しないでプッとこうやってボタンを押しても、まあ、こんぐらいね、こんぐらいのあの時間はかかってしまうので、ほら、まあ、これぐらいね時間がかかっちゃうんですよ。まあ、なのでね、まあ、この状態からでもねこうやってタッチ ID 起動することもできます。まあ、なのでこれはね僕のディスプレイがね遅いっていう可能性がかなり高いので、皆さんねそんなにあの心配なさなくていいかなというふうに思います。ちゃんとねクラムシェルモードで動作します。はい、ということで最後にねまとめの方に入っていきますが、こちらはねタッチ ID 付きの新型マジックキーボード、まあ、デザインとねタッチ ID 以外は基本的には前作と変わらないような印象でした。まあね、打ち心地もやっぱりパチパチ感はありますし、このキーボードねちょっと故障しやすいような気もするんでね、まあその辺のサポートもちょっとしてくれるようだと嬉しいなというふうに思います。まあ、個人的にはこの丸いデザインはちょっと結構好きなんですよね。この角が落ちたデザインはね、まあ人それぞれ好みあるかなというふうに思うんですけども、ちょっとね今風のデザインといった感じがします。まあ、なかなかね僕は可愛らしくて好きですけどね。そしてこのタッチ ID についてもね、僕の場合 MacBook Air でしっかりと動作することができました。まあただね、Intel CPU の方だとタッチ ID は動作しないようですので、そこだけねご注意してください。まあ、僕の場合はねクラムシェルモードでモニターを使うことも多いですし、まあねこうデュアルディスプレイっぽく使うことも多いので、まあ、これはねあって便利だなというふうに感じました。まあ、こうタッチ ID ね、例えば作業中にパスワードを求められた時もあのこれでねピッっていうふうに解決できるんですけども、これはね意外とどうなんだろうというふうに僕は思ってまして、あのそんなにねこの反応速度とかを見る限り、普通にいつもとそんなに変わんないっていう場合もあったりするので、まあ、あの必需品かって言われたらそうでもないんですけども、まあ、ただあって困ることはないですし、特にね iMac とかで使うよりも、もしかしたらね僕みたいに M1 チップでねクラムシェルモードに使う方の方がこれ助かるかもしれません。ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。このチャンネルが面白いな、役に立った、その他諸々思ってくださった方、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。僕のこのチャンネルですね、まあ、こういった感じで Apple 製品ですとかガジェット系ですとか、あとライフスタイル系、インテリア系の動画を上げております。ぜひね、この中の一つでも気になった方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。